寒すぎて、私ガチ勢じゃないんでね、まあもうサイクリングを楽しむ的な感じでね、移動手段で使ってるんで、ちょっとその真冬にねチャリンコは寄せんねんけど、今日はちょっとぬくいからね走ってます。今日はねカバンの実験なんやけど、こいつね、こいつの実験、今日はよくあのリサイクルショップとかね、なんていうかな、フリマとかで売ってるようなこういう革製のカバンをハンドルに取り付けてみたんやけど、振動とかでね、なんかビスが緩みそうやから、一応カメラ入れてきたんやけど、まあどれぐらい持つんかね、持つというか、まあ、使えるのか使えるのかね、なんか振動でこの辺の蓋とかね、ありそうですよ、なんかその辺を確かめたいなと思って、春のいい季節になる前にちょっとね試してみようかなと思って今走ってますけど、来てね、はいはいどうぞ、はい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 あいい天気で、今日は気温が上がるんだけど、まあ、そこまで上がってないかな、明日になればなんか15度まで上がるとかね、そんなこと言ってますけど、あいい天気、入れてきました、今日は再水痕のねコンタフレックス入れて、一応財布とね自転車用のこの六角とかのレンチ入れるんですね、こことここがビスで止まってるから、こう押せばね外れるんですよね、なんか今ガタガタすると、ね、これ自体はガタガタするけど、このね遊びの部分ですね、こういう感じで、これを押したら外れて、ね、カバンとしても使える、こんなダサいけどね、ちょっとまあ取り外しができるくらいかな、こんな感じですね、いい感じ、ちょっと写真撮ろうか、よいしょ、記念撮影、私の影も写って配置する、景色も撮っとくか、景色も F8 ぐらいでしょうか、 F8 ぐらいで道路スケが働いてくれるはずやから、無限にしてホテル完全にぶっ飛んでるけど、もうちょっと絞ってみようか、 F11 ぐらいでもう1枚車が来た、今日はね GoPro セッション5、今撮ってるこのカメラの、最後の録画ですね、多分ね、まああと実験でも撮るかもしれんけど、一応ね GoPro Hero 7をね頼みました、やっぱ声がねちゃんと入れへんからね、後でブーストかけて上げてるんやけど、やっぱ拾ってる音が少ないんでね、かなり大変なんですよ、でそれを考えると GoPro Hero 7のね動画を見てると音がちゃんと取れてそうなんでね、ちょっと期待してます。私は手ぶれとかそういうよりはどちらかといえば音ですね、声がちゃんと入ってほしいから、こうやってブツ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 ね言うてるやつがちゃんと入ってくれたらいいなと思ってね頼みました。